こんにちは、10日後というバンドです。今回センサーのハイライターにてインタビューを受けました。たくみさん、いかがでしたでしょうか？自分の音楽のルーツとかを答えさせていただいて、はい、それがどういうふうにバンドに影響を受けるかとかもさせていただいたので、ね、はい、というところを読んでいただけたら嬉しいですね。です。そして私たちは8月9日にファースト EP ワンダーをリリースしました。今まで4枚のシングルを出したんですけど、その度に、センサーさん取り上げていただいてありがとうございました。その4枚ともう1曲増えて5曲入りの EP になっています。たくさん聴いていただけると嬉しいです。